お世話になります。一人でございます。2021年5月26日我らがダイパリメイクとポケモンレジェンズアルセウスの情報がついに更新されました。今回はその最新情報をご紹介したいと思います。今回の情報更新はまずツイッターで公式からお知らせがありました。この通りです。ダイパリメイクとレジェンズについてのツイートがそれぞれ一つずつありました。あとついでにポケモンホームの更新もあったみたいですね。で URL が記載されている通り公式サイトを見てみるとまずパッケージが公開されていました。いかにもブリダイしていますし、いかにもシャイパしていますよね。パッケージは現代のグラフィック仕様で 3D になってるし、本編は全然違うグラフィックなのに挑戦的で素晴らしいですね。っていうか剣盾ですら 3D じゃなかったのにパッケージだけは超進化してるというね。まあ最高だけどね。ただこの時点で原始回帰グラドン的な変化が見られないのがまあ残念ですね。でも光り方的にこれから新しい形態に進化するっていう感じにも見られますから、まあ、ワンチャンはあるでしょうけど、まあ、パッケージになってないからやっぱダイパリメイクは本当に DS をやり直す感じになりそうですね。あと一つ気になったのがセロのレーティングで、審査予定と書いてあり、もちろんゲームがちゃんと開発成してから審査がされるからこの表示なんでしょうけど、いや審査するまでもなく全年齢だろう。まあ、逆に R18 のエログロナンセンスのポケモンやってみたいですけどね。でさらに発売日が公開されていました。2021年11月19日金曜日ということで、鎧のことを冠の雪原ではいつものシリーズとはちょっと違う発売日でしたが、いつものシリーズと同じような発売日になりましたね。確か以前のアナウンスでは2021年冬に発売とあったので例年より遅くなるかもと思っていたりもしましたが、まあ、ちゃんといつもの発売日でありがたい限りですよね。で予約開始が2021年8月ですからもうすぐそこに迫っていますね。でも今だけあまり予約する人はいないのかな。ダウンロードだったらいらないですよね多分。更新された情報はそれくらいで未だに通信機能は未定と表示されています。まあでもプレイ人数のところに対戦交換などということは相変わらず書かれていますから、まあ、対戦交換はちゃんともちろんねあるんでしょうね。でも冷凍戦はやっぱどうでしょうかね。ブリダイシャイパーはピカブイ臭がするのでなそうな気はしますけどね。そして価格は6578円で剣盾とかとほぼ一緒ですかね。あの最高なグラフィックでこの価格はすごくリーズナブルですね。でさらにブリダイシャイパーはダブルパックも発売されるということで、こちらも発売日予約開始日は一緒で価格は 13,156 円です。普通に先ほどのちょうど倍の値段になっています。1円も安くなってないですね。まあ多分ですけど剣盾みたいに何かしらの特典はあるでしょう。まあそうじゃなきゃ違うのはパッケージだけになっちゃいますから、いやパッケージもまあほぼ一緒なんですけどね。そしてポケモンレジェンズアルセウスの方もブリダイシャイパーとほぼ同じような情報がもう公開されました。まずはパッケージめちゃくちゃいいっすね。なんかポケモン不思議のダンジョン感がありますよね。ってことはやっぱり本編とは関係ない感じになっちゃうんですかね。タイトルのロゴがポケモンと英語表記になっているから外伝的作品だろうっていう説も誰かが言ってたので、まあ、完全に外伝っぽい感じですかね。でも発売日が2022年1月28日金曜日でブリダイシャイパの2ヶ月後という超高速で発売されますから、何かしら関係はありそうな気もしますけどね。でもこんだけ短いスパンでポケモンレジェンズが発売されるのでブリダイシャイパガチでやり込み要素とか少なくて、本当にダイパのストーリーだけやり直す感じの内容になるのが濃厚そうですけどね。まあ、とはいえなんせこのゲームのジャンルはアクション RPG って書いてありますから、どう本編と関わってくるかは完全に未知です。いろんな妄想を膨らんじゃいますね。でこのポケモンレジェンズアルセウスの予約開始日も8月下旬でブリダイシャイパと一緒っぽいです。まあ、こんな同じ風に買わせようと考えてるってことはめちゃくちゃ2作品が連携する可能性も全然ありえますね。まあ、ただプレイ人数が1人って書いてあり対戦交換の文字も見られませんから、まあ、完全に独立したものっぽくもあるんですけどね。でもそしたらこんな短いスパンで出さなそうですし、まあ永遠に考察膨らんじゃいますね。まあこのあたり皆さんの妄想もお聞かせいただければと思います。まあということでダイパリメイクポケモンレジェンズアルセウスの最新情報は以上です。めっちゃ興奮しますね。まあ今日は速報なのでダジャレ思いつきませんでした、ごめん。